それではですね、なんでこんだけウロ戦争が長いこと続いてるのか、まあ、いろんな方面から追ってってますけども、今日はね、日本のその大本営発表、日本の空気、ということについてちょっと触れてみたいなと、思います。まあ、第二次世界大戦の前後、ね、玉音放送で日本人の意識が極端に変わった。鬼畜米英ね、と言われててね、守れ、満州ね、守れ、大東亜共栄圏とかって言われてたのが、玉音放送からは、民主主義万歳、自由万歳、ギミーチョコレート、米国万歳と、ね、一瞬にして変わった日本の空気ね。誰かに言われれば、自分で考えることなしに方向転換するっていう日本の空気っていうのは、逆にね、相手の言論を本当に、手段でね、その空気によって黙らせようと、同調圧力としてね、働いてしまうんやないかということでね、ちょっとお話ししてみたいなと、思います。ね、でね、まあ、今のウクライナ、ロシアの現状もね、極端にそのロシアの情報が少なくて、ね、ウクライナが善悪二元論のような報、ね、報道してたけども、この2年間で、ね、その報道内容も変わってきたし、ロシアが、ね、すぐ負けてロシアが分裂するような感じでもなしに、逆に、自由と民主主義、ね、括弧付きの自由と民主主義を標榜してた、西ヨーロッパ、ヨーロッパですね、ヨーロッパやアメリカなんかは、ね、バイデンの選挙、ね、4年間もバイデンがボケてきたっていうのを分かってて、それを隠しながら、大統領、核のボタンを持っている大統領に、ね、押し上げてたっていうような、状況をね、それがもう全世界にバレつつあるというようなことなんでね、この大本営発表、報道の正しさっていうの、空気によってね、みんな押し流されてませんかと、いうことですよね。で、ここね、まあ、ここ一連の三部作として作ったけど、そういう空気によって押し流されてませんかって、この猫日和っていうのがね、まあ、極端なウクライナ支援に走ってて、何かね、ロシアをちょっとでも擁護するような話とか、ね、事実はこうですよというと、集団でね、そこに寄ってたかってきて、ね、批判めいたこととか、あるいは相手の暴言を誘って、そして X に通報して凍結するというようなことを繰り返してたんですよね。で、まあ、そういうやつの一味の中に、雪乃っていうのがね、陰謀論を倒すよっていうので、雪乃っていうのがいてたんやけども、まあ、そいつがあまりにもね、しつこく僕に絡んでくるんで、まあね、少し名誉毀損にもなるし、弁護士を通してね、通知を送ったと、ね、通知を送ったんやと。で、そうなるとね、まあ、通知を送られた、住所を探られた。そしたらその住所はどこからね、来たんや、こういうことを、ね、ネットに載せるのはおかしいというようなことで大パニックになって、雪乃さんかわいそうかわいそうっていうことでね、雪乃が鍵やかをかけて、また、この猫一座、猫日和とか、はんなりかっていうのは、これ、そのままね、ナザレンコと通じてるやつなんですね。動画を作ってたりするからね。それとか、カノンから、吹田に住んでるらしいんやけど、なんか近くに来ましたよとかいうような、ストーカーババみたいなのも一緒に来てね、一緒に乗ってきて、なんか気持ち悪いやつら、まあ、他にも言ってたんですね、トラトラトラとかね、広瀬とかね、いろいろ言ってたんやけど、まあ、そいつら一括して気持ちの悪いね、連中が、まあ、そういうロシアとか現実を見ろっていうような報道に対して、すぐね、X に通報して凍結をさせたりというようなことがあった。で、まあ、それの被害に僕もね、やってたんやけども、まあ、それについて、まあ、通告書をね、もう住所特定して通告書を送ったというようなこと。
ね、それからそのネットの中身っていうのは、そういう、まあ、目の見えへん相手、顔の見えへん相手ですね、匿名の相手なんで、それはね、まあ、ウクライナ支援、ね、こいつは猫日和なんかはウクライナ支援なんやけども、ウクライナ支援だけじゃなしに、ロシア支援の中でもね、やっぱりね、335をね、相手を操るようなものがあってというようなことでね、この目の、ね、顔の見えない世界ってね、ただただね、アカウントでつながってくる、そのアカウントが本当にね、本人かどうか、2つ、3つの4つアカウントを作ったり、相手に寄り添うアカウント、相手をけなすアカウントが同一人物やったりとかっていうような恐ろしい世界で、とりあえずね、自分がその世界の中での優位を取りたいというような感じでね、言論封殺をしていくということがあるんでね、必ずこのネットの世界の中っていうのは深掘りせん限りね、そのポスト一つ一つをね、見ていくと、あれなんか自分に寄り添ってくれてるんやなと思いながら、最後に足すくわれたり、ということがあります。そして、そういう中でブロックブロック、気に入らない人間はブロックブロックという形でしていくと、今度はね、エコーチェンバーの中に入って、自分と同じような言説の中で気持ちやるって、世の中はそういうね、言説で満ち溢れてるというようなね、誤った確信を持って、ちょっとでも自分と違った言説にはもう反論を捉えたりとか、あるいは通告をしたりとか、これはけしからんというような感じで憤りを感じたりというようなことになってくるんで、このネットの使い方、そしてこの匿名アカウントの使い方は非常に気をつけなあかんなっていうのをね、まあまあ、この雪野の件で深く知ったんで、それもね、面白おかしく書いてますので、まあ、あればまた見ていただいて、ね、そして、3番目にはね、この雪野が一体どうなったかということで、ね、これ最終的にはこいつらもほんまにね、スポーツ観戦のようにウクライナ応援頑張れって言うけど、事実を事実として認めてないから、ね、そして通告書が送ってきた雪野はね、読んでやったかな、アカウントを変えたりとかね、鍵をつけたりとか言いながら、この、猫日和なんかとはつながってたんやけども、最後にね、もう拉致あかん、返事もないし拉致あかんってことで、僕がね、刑事告訴をしたんですよね、これは名誉毀損罪ということがね、日本にはあるんで、そして警察の人から連絡をすると、もう急いで今度は謝罪の方に回ってきたというような感じなんですよね。で、その直前にはもう赤消し逃亡をしてたという、まあ、その顛末。そして、その顛末ね、刑事告訴をして、警察の方から連絡があった雪乃がどうしたかっていうと、こちらにね、刑事事件になったということで、慌ててね、今度は示談にしていく、その刑事告訴を取り下げてもらおうと、いうことになった。まあ、警察の方も、名誉毀損罪ですから、まあ、本人同士の話し合いで、ね、問題が解決するんであれば、刑事事件にするよりは、まあ、そういう本人同士の話し合いが一番いいやないかと、いうような、ね、雰囲気は雰囲気やったんで、まあ、多分雪乃にもそういう話が言ってたんでしょうね。で、こういう間にね、謝罪文が来ました。ね、まあ、ツイッターでね、多大な迷惑をかけて軽率な行動で、名誉を傷つけたと、ね、深く反省しておりますと、ね、今後はこの過ちを繰り返さないために、ご寛容を賜ります。6月12日、ということでね、でもね、これに関して謝罪文は送ってきたけども、その後ね、この慰謝料請求に関してはね、今病気療養中なんでね、1年後から払いますっていうような、舐めたことを言うてきたんで、こっちも絶対払う気ないよね。謝罪文でちょっとつまして赤消し逃亡しても、それでまたこいつね、同じようなことをね、アカウントなんかすぐどっかで復活して同じようなことを
すると、反省はもう全然足りへんよねって、やっぱりそういう形でね、言論封殺をしたりとか、人をね、誹謗中傷をしたり、ね、そして、素性を探ってみたりとか、ね、人を決めつけてみたりとか、いうことがね、どんだけ自分にとって、ブーメランとして返ってくるのかということでね、まあ、そういう形ではね、もう1年後の慰謝料はもう払う気ないやろと。ね、だから、まあ、刑事コストはこのまま続けますよと、いうことを、まあ、刑事さんにね、お伝えしたら、また今度はね、2度目の謝罪文が、ね、送られてきて、ね、不適切な迷惑をかけて、私の行動が、まあね、心的行動って、で私の軽率な言葉は重みを自分に対するその結果として不快な思いをさせてしまいましたと、今後はこのような過ちを繰り返さないよう言論に対して意識を高めて、で、適切なこう解決を図る、ね、解決を図るべく誠心誠意、努めてまいります。適切なこう解決を図るべき誠心誠意努めてまいりますってことは、まあ、慰謝料支払いをね、どうするかということですね。まあ、やったことに対して、謝罪だけはなしに、それに対してやっぱり金銭的なね、負担も生じてくるんですよと、いうことで、で、これ、14日やから、これが前が、いつでしたっけ。12日か4日か、ね、4日と。で、今度はね、分割にしてくれと、慰謝料支払いはね。そして分割にしてくれ、それがもう13ヶ月後かな、10月ぐらいからね、分割で払いますよと、いうことになったんで、いやいや、まあ、そんなね、大層の無茶な慰謝料支払いをしてるんじゃないんやし、ね。分割やなしにある程度まとまった金額をね、まあ分割でもそら、ね、2回3回じゃええけども、2万円ずつの分割ってこいつ絶対払う気ないよね。で10月ってね、これ1年後とか10月ってね、これポイントなんですけど、何かっていうと刑事告訴を取り下げてね、1年後とか10月半年経てばもう刑事告訴自体が1回取り下げた刑事告訴を2回はね、まあほぼ慣例的にはできない、ということになると、まあ1回取り下げてもう1年後に払いますよ、あるいは3ヶ月後に払いますよって、じゃあそれを聞いて払ったとかやった段階でもうばっくれてもね、次の刑事告訴はできないというようなことになるんで、こういう分割っていうのは必ず相手はもう払う気ないと思ってください、ね。でこいつ多分ね、何回もこういう分割とかで途中でバックれてるんじゃないかなと思うんですよね。だからね、ただ謝罪文出して謝っておいて告訴取り下げてもらったら、あとはもうバックれたらね、2回目の告訴はお金払えへんからって言ってまたやるっていうのは多分ね、もうないやろということを踏んでたんですよね。だから、これを見た段階でね、もう、常習犯やと、ね、思わなかったですね。だからこいつらね、まあ、群れてるんやからね、その前一緒にね、DM とかそういうの相談しながら、ね、あいつを、ね、言論が気に入らん、やっつけようっていうことで連絡したら、一斉に叩き出して、そして一斉にね、その会社プラットフォームに通報してると。で、アカウント凍結させるというようなことをやってるんですよね。だからまあ、そういう仲間やからね、一人ほんまに数万円でも貸してあげたらね、まとまった金額、ね、5人いてたら2万円ずつ貸してあげたら10万円、まとまった金額になるでしょ。ね、貸してあげたらええのに、もうアカウントをね、消した段階でね、私ら関係ないですよ。ね、いうような形でもう逃げ始める、まあ、それぐらいのね、つながりなんですよね。だからネットのつながりの中で、ネットでね、不和代同士で不和来同士で載せられると、こういう感じでね、えらいことになって、で刑事罰まで受けやなあかんと、
ということになるんですよね。で 3ヶ月なんで待たなあかんのってね、やっぱりね、きちっとね、あなたはね、謝りやったら謝る、誠心誠意努力するんやったら努力する、その言葉通りね、行動も示しなさいよと、いうことでね、そのまま刑事告訴を続けるということになると、今度はね、まあ不適切な行動を、ね、名誉を傷つけると。で、一体何をやったかってね、まあ、1年ぐらい前よりね、ずっとこのセクハラや誹謗中傷、ネットストーカーというのは不適切なね、私に対して不適切な行動を行ったと。で、別にそれは事実確認もしてない、ね、嘘の報道であったと、いうことですね。これがもう名誉毀損ということになりますよね。確実に、ね、風評被害ですからね。で、社会的評価を悪影響を及ぼした。ね、で、これに一緒に乗ってきたのが、ハンナリ企画。猫日和。ね、そしてカノン。ですよね、こういうやつも一緒に乗ってきたと。ね、そういう風評被害を助長してたんですよね。で、私の行為の言葉の重み、その影響力が軽視したものであり、その責任を痛感してる。痛感してるんですよ。あなた。通過してるって言葉に書いてるんですよね。で、このような行動、自身の行動意識を高め、お約束いたします。約束してもう二度としませんよってね、適切な間、適切な間図るべき誠心誠意努めてまいります。これどういうことかっていうと、警察に見せるために、何々様と間で適切な解決を図るべく、誠心誠意努めてまいりますと、いうことね。だから、和解室から取り下げてくださいよとね、っていう話で、この時に、じゃあもうすぐにね、慰謝料払いますね、分割で。そして7月から、2万円ずつ払います。ってことは、50万円としたら25回分割、2年以上ですよね。そして7月から多分、じゃあ2ヶ月3ヶ月払ったらバックもらえる、ね、3ヶ月後に払う、10月から払うっていうのが7月からになってから、まあ、2、3万から6万は払わなあかんっていうのは踏んでたんですよね。でもそこからバックくれるつもり、だからもう これも拉致があかんよね、ということで、基本はもうここで、交渉は打ち切って、刑事事件に、ね、なったと、いう次第ですよね。名誉毀損罪、前科一犯、ね、こいつらがね、仲間としてたものは三無償して逃げてしまった、ね、そして言論封殺をすると。で、本当にこれってね、まあ、あの空気、時代の空気を読んで、なんかこっちの空気がええなっていうと、みんなでよそって広告日本頑張れってね、だとけ、鬼畜米英って言ったような人間が、ね、そして、いや、アメリカには勝てやんのちゃう、この戦争負けるよねって言ったか、寄ってたかっていじめてた。ね、でも、ね、真実はそちら側にあったんだけど、玉音放送を聞いた途端、平和が大切、自由と民主主義万歳、ね、米国万歳って言い出してきたのも一番こいつらが多いんですよね。日本の価値観って玉音放送で一変しましたからね。先生、たちなんかがね、深刻日本が負けないって言ったのが、一変して、今度は生徒に平和教育をとって、ね、まあこういう、ね、人間が多かったということですよね。そして、日本が負けるなんて言ったらあかんいうような形で言論封殺をして空気を作り出してた、ね、そして、自分たちと違う空気に対しては集団で封殺するですよね、集団通報をしたりとか、あるいはね、今回なんかはね、著作権違反やというようなことでね、YouTube にね、報告をして動画を削除させるとか、いうこともあるんです。著作権犯って結構大きな裁判になりますから、まあ、もしあれば受けて立ちますけども、ね、何が著作権になるんですかというような話も
ありますからね、そういう形でね、とりあえず自分たちの気に入らん言動はね、プラットフォームに通報して凍結したり削除させたり、する連中っていうのは一体ね、自分たちが言論の自由だと言いながら自分たちが逆に、自分たちと違った言論をね、奪ってるっていう自己矛盾にね、気づかんとあかんし、今行われてるこのね、まあ、コロナ以来って言うてんのかな、何かね、そういう言論の一方的に向いた言論、これ日本ってほんまに空気に支配されやすいんやと思うんやけども、一方的にね、向いた言論、今でさえね、このトランプ、アメリカのね、日本はもちろんアメリカに選挙権はないんやけど、トランプと、まあ、バイデンが撤退して今度はカマラ・ハリスになったんやけども、ね、民主党と共和党の争いをね、トランプは独裁者、そして共和党は自由を守る、ね、使者であるというような言い方で、まだまだね、このアメリカの国内でも二分されてる、いやもう今度はトランプが勝つんじゃないかなと言ってる中で、日本ではまだね、自由と民主主義を守るために、民主党を、ね、カマラ・ハリス頑張れ、一体、ね、もうちょっとね、現実をね、見てみましょう、じゃないと本当にね、戦前前のおかしな雰囲気で日本っていうのは知らん間にね、戦争に引きずり込まれていく可能性があると思います、ね、そしてまた自分たちもね、そういう戦争に引きずり込まれていく可能性をね、自覚しながら、もうちょっとね、事実現実をね、深掘りして、実際のね、事実現実がどうなってるのか、もうちょっと考えてください、じゃないと本当にね、空気に引きずられて大変なことになりそうな日本やと思ってます。